それでは続きましてね、我々の、新しい曲であります三日月という曲を演奏させていただきます。この曲はですね、大太鼓の編曲だけで、作った曲になります。本来だったらぐるっとこう大太鼓前に出してね、皆様の間近のところで、太鼓の振動迫力を伝えられればと思いますけどもね、今日はその続いての曲、この三日月っていう曲終わるとね、とても私こんな悠長に喋ってる余裕がなくなります。ですので皆様とこうやってね、面と向かってお話しするのは、この時間が最後となりますので、ぜひ私の顔をね、よーく見て帰りには好きですっぱり忘れてくださいね。なんか白い8匹の人がね、ステージでビラビラ喋ったなと、まあそんな感じで帰っていただければ私は十分でございます。で、そう、やった後はね、とてもこんな悠長に喋ってる、余裕がありませんので、そのままうちの最後の曲、締めソロから駿河おろしという曲に入らせていただきます。この締めソロから駿河おろしという曲はね、もともとこの前にあります、締め太鼓、地域によっては小太鼓と呼ばれるところもあるそうですけども、我々は締め太鼓と呼んでおります。締め太鼓でね、作った曲、そして、長堂太鼓で曲をつなげまして、一曲メドレー方式でね、これもまたつなげた曲になっております。2曲続けてお送りします。最後までぜひゆっくり楽しんでください。それではよろしくお願いします。
はい、ハイボの太鼓の皆さんでした。